ちゃめちゃ誠実ぶっちゃう、主導権取れないわけですよ、まあ、抵抗性って言うんですけど。素朴な疑問なんですけど、なんかアプリとかで出会ってもすぐにやれなかったり、まあ、とにかくなんかガードを固いようになっているじゃないですか、はいはいはい、視聴者さんからもなんか質問いただいてまして、ガードの固い女性を崩すなんか一番いい方法とかってなんかないですかね。いや、あります、あります、ありますよ。で、それちょっと今日は話そうかな、はい、ありがとうございます。で、まあちょっとやりがちなのが、やりもく警戒している人にもう無罪確保でもう家来ないよとかホテルに行こうよみたいな言うと、まあ、即うわもうこいつダメだやりもくだみたいな、もうやりもくフォルダーに入れちゃわれると、まあ、速攻切られますよね。で、次の対応でめちゃめちゃ誠実ぶっちゃう、それも結構実はちょっとまずいやり方で、っていうのも、まあ、みんなわかると思うんだけど、ご飯連れて行って信用を得るみたいな、でこれだとまずいわけですよね、うん、そういう男子いっぱいいるし、結局もう女が男を選ぶみたいな形で全然主導権取れないわけですよ。だからどうするかなんですけど、ガードが硬い女ってどういう内面なのかをまずちょっと考えてみてもらいたいんだけど、ガードが硬い女ってやっぱりその自分を守りたいわけですよ、まあ、傷つきやすいだとか不安になりやすいだとかそういうとこあるんですよ。だから不安になりやすい人を安心させれるようにこっちがやっちゃうと向こうのペースになるんですよ。だから不安は不安にさせときたいんですよ。だけどやりもく感一切出さずにラブコメみたいなこう公園連れてってこうムーディーな雰囲気にして手握ったりしてキスはとかはするけどさっさと帰る、スッと。そうすると向こうの警戒刺激しない形で性欲ない恋愛感情刺激されるんで、立てこもって疲労からこう出たくてたまんなくなるわけですよ。んでこうなんつうんですかね、こっちは何考えてるかわからないようにする、連絡もそのまめに返さずやるみたいな方法が鉄板ですね。でもまあ逆にそのやりもくゴリゴリ警戒女子ってのはある意味分かりやすいんですよ。で逆にいけます、それゴテゴテにやりもくは無理やりもくは無理みたいな感じガー書いてる人とか、ナンパでもなんかもう序盤にナンパ無理無理何とか、まあ、心理学で言うと、まあ、抵抗性って言うんですけど、抵抗性をこうあらかじめこうちょっと過剰な形で表してくれる女性っていうのは逆にいけます。うん、で、なんでかっていうと、実は一回過去にやり捨てされて、なんか結構傷ついた過去があるとか、っていうところがあるわけですよ。つまり、騙されやすい女性っていうか、ネットワークビジネスなんかとかで、まあ引っかかって、もう結構手痛い思いして、もうネットワーク系のセミナーとか絶対行かないって言ってる人ほど、別の角度から電話をかかってきて、オーディション受かりましたとか言われたらコロッと行くみたいな、結局そういうことが起こるわけですよ。なので、プロフィールガチガチに書いてる人は逆にいけると思ってくれていいです。はい、今回アプリとかに結構いがちなガードが固い女性、やりもくを断りってめちゃめちゃ書いてそうな系の攻略方法について、話しました。はい、最近、アプリとか使ってる人多いと思うんですけど、今後も、まあ、有益な情報をどんどん流していきたいと思うので、高評価、チャンネル登録、お願いします。あ、てかレイさんってマッチングアプリやってるんですか？あ、やってますよ。え、何目的でやってるんですか？うん、やりもくだよ。やりもくかい。